どうもお疲れ様です。皆さん AI のテクノロジー使ってますか？AI でね、作った画像ですとか、それから動画ですね、また音楽もそうかもしれません。 AI で作るとなんとなくね、機械っぽくって人間的なあったかみって感じない、まあそういうふうに思っている昭和世代もいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、なんでね、こんな感情が生まれるのかってことを私なりにちょっとね、何度も考えることがあるんですけども、まさにね、昭和世代だからなのかなと思うんですよ。つまりですね、ずいぶん前もその手紙っていう文化がありましたよね。筆を取って便箋にこう文章をしたためて、それをまあお送りするみたいなね。これって人間の感情が伝わりやすい、あったかみが伝わりやすいっていうふうに私たちは思う、まあそれはあると思うんですよ。でも活字で打ってね、メールで送ったらなんとなく気持ち伝わりにくいんだよねって。どうですかね、皆さん、手書きの手紙とメールで送られてきたもの、より重きを置くのは多分肉質と言われるぐらい手紙の方なんじゃないかなと思うんですよ。多分私たちはそういう価値観で育ってきて、テクノロジーが発達してもそうじゃない人間の手間をかけて作ったものにより感情を受け取っているんじゃないかなと思うんですよ。感情が込められているとか込めてるじゃなくって、感情を受け取ってるってことなんですよね。しかしですね、皆さん、今ね、10代の子とか20代の若い人たちってスマホのメールで退職の意思を続ける、例えば会社を辞めたいんですってことをメールとかね、 LINE とかで会社に伝えてきたりとか、それからまあ大好きな女の子にね、告白する時でも LINE でメッセージを送ったりするみたいなんですよ。で、それで十分成り立ってるところもあるんですよね。私たちにとってみたらなんか信じられないような気もするんですけども、やっぱりね、その時代その時代の感覚ってあると思うんですよ。例えばね、電車がありますよね。私たちの幼い頃はまだ一部汽車ってのがあったと思います。その時に汽車から電車に切り替わる時に、鉄道のファンがどういう風に言っていたか、そして鉄道を動かしている当事者がどういう風なノスタルジーを持っていたかっていうのは、やっぱり汽車っていうのはさ、石炭をくべて煙がもくもく出てる中で力を込めてね、こう石炭込めたりとか、それからトンネルに入る時には煙が車内に入らないように、皆さん窓閉めてください、ブランド落としてくださいっていう風に呼びかけて、車掌とお客さんが一体化してさ、そうやって旅って作られるもんじゃないのみたいなね。駅に着いたら駅弁だよっつからね、配る、あれが味なんじゃないかなと。どうも最近の電車ってやつはさ、とお客さんとのコミュニケーションもないよねと。もう石炭を食えなくていいのは楽なんだけど、電車って言ってパンダグラフから電気が送られてきてね、それでスーッと行っちゃうのってなんだか味気ないよねっていう風な感覚もあったんですよ、ね、未だにだから汽車、要するにデゴイチみたいなね、蒸気機関車ってのがたまに、イベントで走ったりします。山口県でもね、そういうイベントがたまにあるんですけども、その汽車のファンってのがむちゃくちゃ集まって、まあそこにね、乗車するチケットがどんどん値上がりしちゃったりとか、その蒸気機関車がバーッとね、山道を行く中で撮影隊がものすごく三脚立てて、何時間も前から場所取りしとかして盛り上がるんですよね。まさに人間的だなと思うんですけども、まあそういったところもあるのかなと。要するに人間の感覚がちょっと前のまんま新しいものをなかなか受け付けられないってところですよね。でも生まれた時から JR の電車であったりね、こういったスマホを使って文章でやり取りしている人はそこから十分気持ちを受け取ることもできるし、気持ちを込めて送ることもできるっていう風にテクノロジーにね、融和してきたんじゃないかなと思うんですよ。もう一個例を申し上げましょうか。私たちの幼い頃ってお寿司って貴重品だったですよね。今でもちょっとお高いところに行くと、寿司ってのはね、大将が気難しい顔しながら握ってくれたのをいただきますね、高いです。でもなんか味わいってものを感じるんじゃないですか、皆さんね。そこには貴重な寿司屋で
大将と他の店員さんに囲まれて、まあ、大切な人と一緒にお寿司を食べたっていう記録がそこに残って記憶になると思うんですよ。思い出になると思うんですよ、ね、そういった経験って昭和生まれの方結構持ってると思います。でもそれに比べて回転寿司で済ましちゃったお寿司ってのはなんとなく思い出に残りにくいって思いません？皆さんどうですか？回転寿司に行く時の気持ちとそういったお高いね回らないカウンターのお寿司を食べに行った時とどっちがより思い出に残るかって言ったらやっぱりね大将がクイッと握ってね冬餅上がりっちょーみたいな感じでねそういう活気のあるお寿司屋さんこれ人間的だなとかねあったかみあるなとかねやっぱこれだよなっていう風に重きを感じると思うんですよ。で回転寿司にはそこまでの思いってのはないんじゃないかなと思うんですよね。最近は回転寿司もセルフレジでそれからタッチパネルで注文ですからね店員さんとの関わりほとんどないわけですよ。でもねでも今例えば20代の若いお母さんとかお父さんがねお寿司っていうと回転寿司に行って子供たちに卵焼きとかねハンバーグとかっていうちょっと前じゃね考えられなかったようなネタとかも出てきてそれでみんなで喜んで思い出を作って帰るんですよ。今日のお寿司美味しかったねっていうところです。まあ、つまりそういった方々っていうのはカウンターのお寿司っていうのはどっちかって言ったら異質であり古いものなんですよ。なんか一部のマニアックな人が何回らないお寿司とか言ってわけのわかんない高い金額で同じネタのマグロとか食べてるよみたいな、ね、回転寿司だって美味しいよね十分楽しいよねっていうような感覚です。でいろいろとダラダラ話しましたけどもおそらく新しい世代ってのは生まれた時から AI に囲まれて AI に込められた人々の思いや感情っていうのを十分受け取るセンスっていうのは養われてるんじゃないかなと思うんですよ。でむしろ AI から人間味とかねあったかさを感じないのは私たちの古い感覚を持っている昭和生まれの人たちなのかなというふうに思うとねそれでも私はその昭和のあったかみをね忘れたくないなと思う方なんですよ。まあこの辺頑固ですよね。だから AI で作られたものにはいまいちねあったかさよりも冷たさを感じちゃうかなと思います。ただ AI も結局誰かがその仕組みを作ってるんですよ。ということは作った人クリエイターさんの思いは AI で作ろうが何で作ろうがちゃんと込められていて受け取る方がそれを AI というフィルターを通じてね受け取りにくくなっちゃってるのかなと思いますんで AI といえども誰かが思いを込めて誰かに何かを伝えようとしてるんだなっていうふうに受信力を持って臨むこともできるのかなって、まあ、そんな気がしますね。で最終的にもう一度まとめますけどもそれでも私はね AI にあったかさっていうのはねまだ感じれてないんですよね。はい今日はそんなとこでございます。ですんで次世代に売り込むなら AI もありだけどもロスジェネ世代に売り込むなら AI はどっちかというと伝わりにくいのかなということでございますね。でわざと旧世代の、テクノロジーを使うことによってコミュニケーションが成立しやすい。それが昭和世代の厄介なところかもしれません。そして昭和世代の魅力なのかもしれませんね。はい、じゃあ今回は以上です。ありがとうございました。